はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は10月16日、月曜日でございますね。マンデー。マンデーですね。今日ですね、私、うなぎね、うなぎがね、食べたいなと。うなぎって、なんか今頃がいいらしいですよ。真夏に食べるもんじゃないらしいですよ。本当はね、平賀源内のマーケティング風で、ああなったみたいで。大体まあ、秋から冬にかけてですね、こう脂肪を蓄えるじゃないですか。何でもそうですけど。私も最近どんどん脂肪が溜まってますけど、腹のところにね。問題があってね、ちょっともうコーラちょい飲みやめようかなと思ってるんですけど、まあそれはどうでもいいんですけど、それではうなぎがね、今頃いいんですよ。これでまあちょっとね、20分以上歩きますかね。その美味しいね、もう安い1900円のうなぎ屋さんね、あるんですよね。でそこね、今日行ってまいりましたですね。もうこういう青空でね、秋空ですよね。でも意外と日差しが強くてですね。いやー、24度中から、まあジャケットちょっと厚手のを着て行ったんですけど、もう暑くてね。暑かったですよ。で、うなぎこれね。ね。これ美味しそうでしょ。これがね、1900円なんですよ。安いでしょ、まあ、ご飯はね、これ半分ぐらいしか入ってないんですけどね。私ぐらいだともうこれぐらいの量でいいんですよ、うなぎね。もうこれ以上ね、上とか特上とか言ってもですね、うなぎの量が増えるだけなんですよね。使ってるうなぎは、ここ一緒なんですよ。地べたがね、自分のところもんですからね。だから安く出せるんですよね。これ国産のうなぎだそうでございます。美味しいです。すごくね、臭くなってね。ということで、僕今日満足してですね。で、プラプラ歩ってるとですね、まあ、住宅街抜けていきますんで、こうやってね。これ何ですかね、これ。秋はあんまり花がないですよね。花がね、春と違ってね。これよくわかんないですけど、パシャリとね。これはまあ、さすが私もわかるんですけど、金木犀ですよね。匂いました。いい匂いですよね。金木犀ってまあ秋だなって感じがしますね。で、それからこれね、これもよくわからない花ですよ。で、これも可憐に咲いてましたね。秋咲く花なんですよね。で、これね、これ何ですかね。鶴があるんで、これ朝顔って言わないですよ。昼顔なんですかね。昼顔ね。映画昼顔って感じでね。ちょっとやばい感じの関係ですよね。昼顔。そういうね、ちょっと見つけましたね。詳しい方教えていただければと思いますけどね。で、今日のラブちゃんですね。ラブちゃんこれです。はい。はい、行きまーす。ね。ちょっとね、アップでね、ちょっと撮らせていただいておりまして。ラブちゃんね。もうお目々大きいでしょ？太ってますよね。私と一緒ですよね。私は全体的には太ってないですよ。ただ腹がちょっとね、ゴッと出てる。まあ、しょうがないですよね。もう中年というか、同年ですからね。あともうちょっと経ったらね、69歳になりますからね。ね。なんかね、XG を、にキャーキャー言ってる69歳っていうのはなんか変な構図ですよね。だからもうジェネレーションっていうのはなくなったんですよね。ジェネレーションギャップというよりもですね、意識ギャップの方が今大きいですね。だからまあ、若くても、頭が69歳の人いるんですよ。ね。で、69歳でもですね、頭がまあ、せいぜいまあ、こう、40代ぐらいのね、私みたいなのも、まあ、いると。まあ、こういうようなことなんですよね。ラブちゃんはね、まあ、関係ないですけどね。ラブちゃんは2歳ですね。まだ娘さんです。はい。ということで、癒されましたでしょうかね。ということで、今日ですね、日経平均ね、えらい下げましたね。656円も下げて。で、おかげさんで私の含み益も 100% 割っちゃってですね、99.1% になってますね。ですけど、投資資金を、まだこれ買うとこじゃないんでね。まあ、こんなんじゃ買わないです、私。これね、もう3万円を切ったらね、ちょっとね、なんか出動しようかなと思ってるんですけどね。まあ、3万1659円ね。まあ、2万円、3万2000円から上に行くのがものすごく難しいですね。で、注目すべきはこのトピックスと、まあ、そのマザーズも下げたことですよね。特にトピックスは35ポイント下げて、2300ポイント割りましたよね。これも節目終わってるんで、これも全体的には非常に危険な感じですね。それからマザーズね、これもね、もうちょっとどうしようもないですね。どうしようもない。ね。そういう感じですね。まあ、大体金利が上がっていくのにマザーズは弱いんですよね。為替は円安のままでございます。149円55銭だとね。からまあ、先物にあまり大きな動きはないです。それから、10年差の利回り 0.757 となんか張り付いてますよね、この辺に。それから、日経 VI 21.9 ということで、えらい上がってます。さすがにね。これはすごいですね。これが 21.7 まで見たんですけど、21.9 ね。なんか、すごいですね。やっぱ中東情勢とか、そういうのもね、不確実要素なんで。
一時期700円以上値下がりしたみたいですね。まあ、全面安でしたね。で、今日ニュースですね。米景気後退の予想が少数派になったらしいですよ。本当ですかね。まあ、どうでもいいんですけど。まあ、なんかちょっと中東関係のね、例のイスラエル、ガザ地区ね、まあ、停戦で合意か、とか言ってますけどね。まあ、こう、なんかイランとね、なんかアメリカの対決みたいな感じに、なんかちょっとなりつつあるんで、なんか怪しい雲行きですよね。で、あとはですね、まあ、中国の外相がイスラエルの停戦を呼びかけたと。なんかね、イスラエル・ハマス紛争、経済的影響の推測は時期尚早だと、財務長官言ったと、アメリカのね。なんかよくわかんないですね。なんかトランプ、しぶといっすよね。法的問題で、法的問題ですよ。それで資金調達が急増するってなると、本当にアメリカって不思議な国ですよね。まあ、バイデンさんも予防してますからね。でもこれトランプさんね。なんか、いろんな罪にね、問われてるのにね、なんか相変わらず大統領の目は消えないですよね。共和党になんか他に候補がいないとかいう、そういう話もあるんですけどね。まあね。それからですね、金曜日の、まあこれはダウなんですけど、まあ、ちょこっとだけダウ上げて。で、あともうナスダック、166ポイントマイナスよね。S&P500 も下げてますよね。今、ちょっと先物上げてますけど、これもちょっとね、始まってみないとどうなるかわからないですね。不確実性がね、増してるんですよ。ね。これでまた、あと一つ二つ重なるとね、もう怖いってなっていくんですよね。そこがまあ問題ですよね。まあでも、中東の、まあ情勢に関して言うと、まあ、私のまあ素人意見ですけど、まあそこまでね、なんすかね、まあアメリカとイランでガチでね、なんかこう戦争が起こるとか、まあそういうふうにはならないと思いますけどね、ハマスって一種のあれ、テロ勢力でしょ？だからあんまりそのあれですよね、パレスチナのなんすか自治政府？なんすかね、昔はアラファト議長とか言ってね、今は何ですかね、アッバースとか言うんですかね。まあなんかそういうのとは一線を画してるんですよね。なのでまあそこまでね、ならないと思いますけどね。それからユーロドル 1.05 ですね。また05になりましたね。これでドルインデックス 106.4 ということで、またドルがね、強いですね。原因は86ドルで、まあまあ、ちょいちょい高いですね。それからビックス強指数なんですけど、下がってますよね。19.09。まあちょっと先物が上げ基調だから、下がってますかね。まあそんなことでございます。ね。で、今日はですね、定通ね。まあ割と結構持ってるんですよ、私ね。それで、2級の決算がですね、第2四半期ね。これが今日、出たんですね。引け後の4時ですね。だいたいここ4時に出すんですよ。ね。それで、これですけどね。で、ですね。これね。はい。これがニュースですけどね。定通上期計上 15% 増益で着地ということで、24年2月期の第2四半期ですね。38ですね。これの連結経常利益は前年同期 15.4% の10億3000万ですね。これはもう伸びてますね。で、通期計画の 18.5 億円に対する進捗率 55.9。だから、あと8億2000万下期で売ればいいんですよね。ここアパレルじゃないんで、ね。あれですよ。期末にかけてね、暖冬だったとかなんだとかで処分損が出て、なんですかね、処分しなきゃいけなくて、処分損が出るとかそういうのはないんですよ。要はもう問題はですね。ヒットタイトルが、まあ、発売されてですね、これ新品も扱いますからね。と、わーっと集客してですね、それでもって、中古の売り上げも上がるっていうね、そういう、こう、循環構造ね、があるんですよね。まあ、そこがポイントなんですよ。だからまあ、それが8億5000万の営業利益に見合うだけのものが、まあ、出てくるかどうかというところをね、まあ、ちょっと見ていきたいんですけど、まあ、55.9% の進捗率っていうのは、まあ、悪くはないですよね。それでですね、まあ、上期実績、はまあこれなんですけど、まあ通期はまあ据え置いてですね。まあこの間情報修正してますからね。通期はね。で、当社が試算した2月期の連結経常利益は 15.8.1億円で、まあそれ見ればわかります。それでですね、直近3ヶ月の6、8月の経常利益ね、これは 1% 増ですね。だからちょっと鈍ってるんですよね。5.1 億円ね。で、営業利益率、こちらの方もですね、6.9% から 5.5% にまあ悪化してますね。っていうか、でもこれ 6.9% が結構高かったですね、去年ね。というふうにまあ思います。ということで、まあちょっとね、まあ今後ね、この次のね、第3クォーター、第4クォーターと、まあこれどうなっていくのかというところが、まあポイントに今なってくるかと思うんですよね。で、決算短信ね、ちょっとね、
見たいと思います。あ、鉄ね。142円です、今ね。PTS これ、ちょっと交換してますね。145円で上げてますよね。なんかまあ。で、PR 8.4 倍ですね。PBR 1.52 と、まあそんなに割高感ないですけど、まあ実際これはもうかなり評価されている、株価だと思いますね。まあ利回りは 2.82% ですね。まあ、うん、まあでも、うん、3% 弱ぐらいあるんですが、悪くもないですけどね。決算短信がね、ちょっとね、まず見てみたいなと思うんですけど、ですね、これが、今日のやつですね。まあ、売上は169億で 25% 伸びてますね。営業利益は、まあ、9% 増ですね。前期はすごい伸びたんですね。38% ね。で、9億4200万と。それで、経常利益の方は、38%、15.4% ね。で、10億3400万で、まあ、前期もね、これ 38% 伸びてるんで、まあ、こっから、前期あたりから、本当にこう、急回転し始めたんですよ。それで、純利益ですね。これが6億1000万で、まあ、これ 6.7% 増ということに、まあ、なってるんですよね。で、一株当たりの四半期純利益は 9.44 円ということで、第二四半期で、まあ、一株当たり9円だったということですね。と、自己消費率なんですけど、まあ、これね、一時期、クリソンとかもあったんですけど、まあ、それもプラスにしてね。で、自己消費率は、ま、50% で、もう優良会社ですね。財務は、確かなものになってます。さすが、藤原さんですね。東海銀行ね。それで、まあ、こう、配当がね、まあ、4円ということになってるんですよ。これ、期末だけなんでね、期末まで持っとかなきゃいけないですね。それからですね、通期の予想ですね。これが343億で 9.7% のプラスと。営業利益は18億で 15.6 と。まあ、ここまで見てみますとですね、まあ、先ほど見たように169億も売ってるんですよね。そうすると、もうちょっとこれね、9.7% なんで、もうちょっと普通だとね、伸びてもいいだろうな、というふうには思うんですよ。ね。まあ、どちらかというとこれはですね、もうパッと見に下期の方が、まあちょっといい感じなんですかね。まあ、あまり変わらないですかね。あと170億ぐらいなんでですね。で、営業利益なんですけど、18億に対して、9億4000万。だこれもぴったり半分ぐらいね。まあもう、上半期で稼いでると。まあこういう状態ですね。それと、まあ、純利益のところも、まあ6億稼いでれば、あと4億ですからね。いけるんじゃないですかね。まあざっくりとした見方としては、まあそういうふうになります。ね。それで、ちょっとね、これちょっと、実はこれね、単身読んだ方がね、説明会のあれも付属的に見た方がいいですよ。単身には実は本音が結構書いてあることが多いんですよね。で、それを見つけなきゃいけないですよね。当第二四半期連結の累計期間の売上高、新品中古トレーディングカード以下トレカの売上が近年のトレカ市場拡大の影響で好調に推移したこと、それから新品ゲーム、これね、重要です。ね。いっぱいお客さん来ますから。まあもう人気タイトルの新作発売の影響なので売上が伸長して前年同期を上回る結果になった。だけどまあ儲からないんですよ。新品ゲームはね。まあ以上の結果で、まあでも集客はするんですよね。だからまあ、やっぱりここはね、すごいね、ジレンマというか、これをうまいことバランス取らなきゃいけないですよね。それでまあ、さっきのようなね、まあ結果になったって言ってますね。で、事業の概況ですね。で、これですね、リユース店舗領域。これは中古ですね。この店舗の方については、まあ、あれですね、古市っていう小型店舗ね。まあ、20坪から30坪ぐらいなんですかね。で、7月に4モール船橋店ね、これを出して、冬季累計で6店舗出店してますね。それでそのトップカルチャーと合弁で作ったトップブックスですね。新潟の本屋さんね。これのフランチャイズ店舗がですね、古市トップブックスの屋号で、まあ、結局、第二四半期までで、9店舗ね、出店になってますよね。FC 店舗になってますね。まあ、そんなに大きく FC を広げていくっていうか、まあ、そういうあれはないんじゃないかなと思うんですよ。やっぱ信頼できるところでやってもらいたいっていうね、非常に手堅い考え方だと思います。で、その他当社が進めている商材多様化ね、これまあ要するに、まあよくおそらく言われるんですよね、トレカのブームが終わったらどうするんだとかね、ゲームのブームが終わったらどうするんだとかね。だからまあ要は中古品の商材のですね、まあ多様化をやっていきたいって言うんですけど、まあ結局ですね、古市というその小型店舗を主体にするわけでしょ。で、そうするとですね、なかなかその商材の多様化っていうのも難しいですよね。やっぱり大きなもの扱えないですから。ね。で、古い冷蔵庫売るとかね。そんなイオンモールでできないですからね。なんでまあね、
業務提携先の、まあ、買取報告ってありますよね。この名古屋のね。それで、これに、まあ、いろいろ、継続的にノウハウの提供を受けてるらしいですよ。こういうのやった方がいいよ、みたいな。だから、仲いいんですよね。で、その代わり買取報告に、あれです。テイズっていうね、トレカの読み取り査定機ね。これ、まあ、もちろん、お金、ね、もらってですけど、まあ、こうね、やってんですよね。で、今後も新規出店を通じて、戦略的な多店舗展開の検討に、小型店舗のバリエーション開発に加える。この小型店舗のバリエーション開発っていうのがなんかポイントだというような感じが私するんですよ。なんか新しいの考えてると思います。新しいやつね。うん。そうですね。なんかまあこう、やっぱりあれですよね。推し活系のものがいいように私は思いますけどね。藤原さん、聞いてたら、ね、考えていただければいいのかなというふうに。だから本当あれですよね。ヤマト物産でやってるジャニアードみたいなのってね。いや、いいんじゃないかなと思うんですよね。だからまあそういうものも含めた、こうなんか新しい、こう、可能性ね。要するに小型がいいんですよ。でもそれはね、4モールに入っていけるんですよね。4モールとも、それからララポートとも付き合いができましたんで、そういう意味ではそういうふうに、な方向にね、開発していった方がいいと思いますね。それから、リユースの、まあ、EC 領域。これは、まあ、ヤマト物産がもう、すごい貢献してるっていうふうに、ここに書いてありますね。で、自社の、まあ、EC サイトもほとんどダメだったやつを、ヤマト物産買収することによって、結構まともなサイトになってるんですよね。これなんですけどね。すごいでしょ？なかなかちゃんとしてるんですよ。で、これ何ですか？宅配買取じゃないんですけど、なんかこう、買取もね、こうやるんです。宅配買取ね。店頭買取。まあ、こういうのをやってるということですよね。まあ、そうですね。レトロゲームの、まあ、こういうようなのがね、なんか売れるらしいんですよね。昔のファミコンとかね。面白いでしょ？なんか、LP レコードが売れてるのと、まあ、一緒ですよね。懐かしいみたいな。で、希少性もあるんでね。なんか欲しいっていう人も、まあ、いるんじゃないですかね、きっとね。そういうふうに思いますけど。やっぱでも、トレカがね、これトップに来てますよね。これはシェアドリサーチなんですけど、このシェアドリサーチがまとめてくれてるこの売り上げですね。ここはもう169億なんですけど、で、結局ですね、中古品の売り上げ構成比 55.3%。これは計算説明書資料出てきますけどね。これはね、前年同期と比べると 2.6 ポイント低下したみたいですね。で、中古品の売り上げ構成比が低下するっていうことは、粗利はやられやすいということです。新品の方がもう断然粗利が取れませんのでね。中古品は、まあ、新品と比較して利益率が高い傾向にあると。一方、新品は集客力が高いという特徴があると。これをうまく組み合わせなきゃいけないんですよ。大変ですよね。同社は中古品と新品の利益率を適切に管理する方針だと言ってますよね。それでですね、中古品のところですけど、売上がですね、169億だったでしょ。で、そのうちですね、93億が中古品なんですよ。で、これ前年同期に比べたら 19.5% 増だったということですね。これ第2四半期累計ですよ。で、商材別の売上高はトレーディングカード36億。これ5割増ですね。まあ、絶好調ですね。で、ゲームが28億。これ 8.7% で。だから大したことないですよ。でもまあ伸びてですね。で、本は減ってます。12% 減って。13億2800万。で、ホビーね、これ伸びてるんですよね。フィギュアとかですよ。4億5300万で、これ 33% 増なんですよ。だからこの辺がね、まあ要するにこの、まあ結局はトレッカー、ゲーム、それから本、ホビーという順番なんですよね。売上の順番ね。で、新品の方はですね、ゲームが大きい。まあ、ゲームが若干大きいですよ。ゲームが33億円ね。で、これ 28% 増で、トレカが32億で、44.3% 増。だから、まあ、トレカの伸びの方が大きいですよね。で、ホビーも、新品のホビーね、6億売って 10.9% 増。だから、まあ、これ、ゲームもトレカもホビーも順調にこの新品が伸びてるんですよ。でですね、もう注意しなきゃいけないのは、この新品が伸びないと、この中古のところの売り上げも絶対伸びないですよ。ね。そこポイントですね。ポイント。それで営業利益についてはですね、9億4200万だったでしょ。で、これって前年同期で 9.3% 増なんだけど、原価率は 64.4% になってですね、前期比で 1.3 ポイント、まあ、原価率が上昇したんですよ。これは結構ね、大変ですよ。それはもう新品が好調だったから、これ、上昇してるんですよね。だけど、販管比率をね、すごいしっかりコントロールして、30.1% ということで、0.4 ポイントですね。これまあ、経費をね、下げてんですよね。だって出店しながら経費下げるっちゅうんですから、なかなかの技ですよ、これ。ね、ただでさえ出店して行ってるわけですから、経費は、それなりには上がるんですよね。でも経費を下げてるんですよ。偉いでしょ。
でな、やっぱりね、FC いっぱいやらしてるからですね。その分の経費は増えないんでね。あんまいいこと考えられてると思いますよ。それで、営業利益率は 5.6% ということで、まあ、かなり 0.8% ポイント低下したと。これはもう 1.3 ポイント減価率が上昇して、まあ、粗利が 1.3 ポイント減少したってことですよね。ほんで、まあ、それを打ち消すかように、まあ、今度、経費を 0.4% ね、ポイント、ね、押し下げて。で、昨日、まあ、結果、0.8 で済んだと。まあ、低下幅がね、営業利益率を。まあ、そんなような、まあ、ことで、結構出店しているんですけれども、自前出店が6店舗で、フランチャイズの出店が9店舗あったんで、店舗数的には多いんだけども、要するに、ここに直接被ってくる経費っていうのは、むしろ、下げれたと。いうことなんですよね。これがなかなかね、渋いですよ。だから小売業は本当にですね、売上だけ見ちゃダメなんですよね。粗利がどうなってるか、あと経費がどうなってるか。まあその辺がポイントですね。で、ここの場合はですね、その新品のこの売上の増加っていうのはですね、止められないんですよ。ある程度は考えてやると思うんですけど、まあやっぱりね、新品があるよってなると、まあその古市のお店に来るんですよね。なので新品はね、やっぱりこうしっかりとね、まあ長い付き合いもあるし、特に任天堂さんね、まあ優先的に、回してくれるんだと思うんですよ、任天堂系のものをね。というふうに思います。多分問屋絡んでるような気がするんですけどね。まあね、それは深く突っ込まないんですけど、で、もう一回ちょっと単身に戻りますけど、で、これをね、まあ、オンラインのところ、まだちょっと単月黒字化してないですね。これと、リユースの B2B っていうのは、これはまあ、テイズというトレカの査定機ですね。これ、なんか売ってるみたいですよ。それで、これがまあ、結構、まあ、普及していってるような話なんですけど、まだそんなに大きな売り上げね、を叩き出すまでには至ってないと。ただ、この、トレカの、まあ、この自販機ね、アイコー2ってやつね。これは、なんか1号機を直営店舗に設置したらしいんですけど、これうまくいくとね、電気代だけで済みますから。いいと思いますよね。人いらないですからね。本当に。うん。まあ、ここもちょっと楽しみな、商売かなというふうに思いますね。それで、あとはまあ、防犯系ですね。まあ、万引きね、小さい商品なんで、カードとかね、ゲームとか。まあ、万引きありますよね。だからまあ、それをですね、業務提携先のシステム会社と組んで、それで防犯カメラシステム、これ実証実験やってると。で、これができたらですね、これもね、よそにね、サブスクで、その仕組みを売ろうというようなことかなというふうに思うんですよね。で、ちょっとね、まあ、この結果どうなったかっていうとですね、そうですね。これね、実は連結業績予想ね、の将来予測情報に関する説明というところで、特にですね、まあ、何も言ってません。まあ、2023年7月14日に発表した、まあ、業績予想の修正ですね、情報修正。それと、配当予想の修正。これを、まあ、変更ないよということを言ってるだけですね。なんですよ。まあ、だからまあ、これね、ある程度自信があるんだろうな、というふうに私は思っております。はい。それで、ですね、ちょっとね、財務のところがね、非常にこう、良くなってるんですよね。キャッシュね、これ、21億今ね、持ってますね。それから、まあ、商品在庫はもうしっかり増えてますね。これ50億9千万持ってて、前期は39億なんで、これね、持ってないといけないですよ、これ。ある程度ね。これが次の売り上げになりますからね。なので、まあ、出店もしていってますんで、まあ、これはもう前期よりはね、これも増えてもと、10億ぐらいですけどね、でもね。まあ、当然かなというふうに思いますけどね。で、負債のところで、実は、単借りがですね、19億ね、まあ、ありまして、で、超借りと合わせてですね、23億、27億ぐらいですかね。まあ、それぐらいの、まあ、負債があります。ただ、ですね、まあ、資産方にですね、差し入れ保証金とか、これ11億ありますしね。それから、投資その他、こう、まあ、そこ、その他の、まあ、その他っていうので、これ、まあ、7億5353万ね、持ってますよね。あとは、有形固定資産のところで、10億持ってますよね。まあ、だからまあ、ちょっとこう、そんなにこう、なんかこう、あれですね、土地だとかなんだとか、そういうものを持ってるっていう感じではないですね。非常に見やすいバランスシートです。ね。
それでですね、まあ、負債の次に来る株主市場なんですけど、これは1億に、ね、なって中小企業になったんですよ。いろいろ恩典があるんですね。で、資本金は、まあ、26億で、利益剰余金が36億で、ね、まあ、ここまで来たんですよ。立派なもんですよ。それでね、これね、自己株式ってあるでしょ。まあ、消却まだしてないんですけど、3億2642万あるんですよね。で、株主資本合計60億ということで、前期よりね、まあ4億円ぐらい、まあざっくり5億円ぐらい増えてるんですかね。だから非常に財務がね、良くなっていってますね。で、まあそうですね。まあ総資産も、まあ109億からですね、120億ということで、まあ増えていってるということで、まあ今のところ非常にいい感じかなというふうに思ってます。ただ、まあそうですね。皆さんの懸念っていうのが、まあもしあるとしたら、やっぱ9月の月次がすごく悪かったじゃないですか。90% でね。だからまあそれがね、どうなんだっていうのはね、実はこれ決算説明会の、こうもう資料上がってるんですけど、このね、まあこれまでのはいいんですよ。今の説明で全然いいんですけど、これ14ページからのですね、まあ、そうですね。まあこうなんていうんですかね、まあ物価上昇で割安なリユース品の需要増が見込まれるとかさ、まあわかるんですけど、まあでも、テトさんの場合、まあ、ゲームとかトレカーですからね、中古って言っても。まあ、アパレルとかじゃないんで、物価上昇はあんま関係ないですね。これ趣味、嗜好の商品ですからね。問題はトレカーとそのゲーム、これのね、要するにこの市場の拡大が続くかどうかというところが、まあ、ポイントだと思うんですよ。リセールも含む、もちろんリセール含めてね。そこがポイントだと思うんですよね。まあ、私はそう思ってます。なんすかね、ただ単純に、カードの古いの集めてね、売ってるという状況ではもうどうしようもないですね。リユースの市場規模っていうのはまあこう上っていくんですけど、しかしながらこれはですね、どうなんですかね。やっぱ、まあ私がピンとくるのはやっぱアパレルであるとか、その家電製品であるとか、まあそういうものがまだまだ使える、着れる。で、そういったものがですね、まあこう、インフレによってですね、まあより安く買いたいということですよね。そっちは大きいと思うんですけど、まあ、これはあんまり関係ないのかなというふうに思うんですよね。思います。だから、まあ、あんまりね、ちょっとそこは、こう、この数字がそのままここに当てはまるかどうかというのは、ちょっと違うように思いますね。で、これがまあ、ポイントですよね。市場拡大が続くトレーディングカード商材ということで、まあ、ポケモンカードゲームですね。ポケモン株式会社ですよね。これが市場拡大を牽引して市場活性化してますっていうふうに、正直言ってますよね。で、新品市場の活性化に伴って、当社の主力取扱い商材である中古トレカの市場も拡張していると。この通りなんですよ。それで、新品トレカの市場規模がですね、これは2023年8月までは、これはメディアクリエイトさんが調べたやつで、これ8月までなんですよね。ただもうこれ8月までで、新品トレカの市場規模っていうのはですね、もうほぼほぼ去年の、前期のね、2022年の、前年のですね、まあ結構、8割方以上。まあ、来てるという感じですよね。それで、こちらもですね、8月までの累計値なんですけど、これもですね、新中って書いてるでしょ？で、中古がね、こっち側ですね。こうね、30、まあ、前年のフルでね、2022年度ですね、年度。ね。だ決算年度です。で、これで、まあ、多分57億だと思うんですけど、ですよね。それで、この8月までで36億いってるんですよね。そうすると、この中古でもね、もう、あれでしょ、前年まで、前年のそうですね、まあ7割、やっぱね。7割までいかないですけど、まあその俺近く、まあ要するにこの中古をね、まあ、売り上げ取れてるということでしょ。で、新品はまあ前年がこう、2022年度が50億あったんだけど、それがね、もう32億まで来てると。だからね、あらりがやられてるんですよ。こっちの方が近いでしょ？ね。8月前で。もうね、50億、もう目前じゃないですか。これもう、あと2ヶ月もしたら50億になっちゃうんですよね。でも、その分ですね、集客はするんで、やっぱりね、中古も伸びていくわけですよ。で、そういう風な構造になってると。だから、これまではですね、テイトゥーさんはこれ、こうちょっとね、前を見てみると、中古の方が小さいんですよ、ほら。こう、全部ね。小さかったんですよ。で、ここからね、挽回し始めたんですよ。してね。新品をね、たくさん売ることによって、まあ、要するに、いらないやつね、買い取りをするじゃないですか。で、まあ、そのことによってですね、だんだん在庫が蓄積していってですよ。で、新品も売れるようになるんですよね。
それでこう、ついにね、前期逆転したんですよね。これいい状態です。すごく。すごくいい状態。で、ゲームもそうなるといいんですよね。ゲームだって、もちろん中古で、のものをですね、売った方が、まあ、儲かるんですよね。で、それをやらないとですね、この、トレカの市場もゲームの市場も、もう基本的にね、主要プレイヤーはですね、ニンテンドー、および、プレイステーションですね。ソニーです。もうね、はっきり言って、日本を代表する、ね、ビッグエンターテインメントカンパニーね、2社。これによって、まあ世界市場もある意味ね、成り立ってますからね。で、それにわーっと繋がるね、いろんな会社があるわけですよ。ね。それで、その一番こう消費者の末端にいるのが、この、テツという会社なんですよね。なんで、まあ結局ね、これ見てもね、まあ、はっきり言って、なんか今後、その、ね、なんすかね、こう進捗状況つったって、まあそれ見りゃわかるんですけど、まあ実際ですね、これこれ通期、7月公表の通期の予想よりも、なんか、まあ、これでも、営業利益率、下期下がる予定ですよね、これだとね。第2四半期 5.6% 言ってるのに。通期は 5.2% ですよね。だからまあ、上振れ余地残してる可能性はあると思うんですけどね。まあ、でも、まあ、利益が大事なんで、利益がですね、50% 超えてると。ね。第2四半期で。これはもう、全然いいことだと思います。55% ね。いいことだと思うんですけど、何しろね、その、9月のあの数字が効いてますでしょ、皆さん。で、株価下がりましたよね。これが効いたんですよね、10月6日。グループの売上 90% で、中古が 103% で、新品が 77% と。だけど、これも、ヤマトクシャンも入ってますよ。だけど、これは中古が伸びて、これ逆だとまずいんですけど、中古が伸びて、新品の売上がまあ、要するにパーセンテージで減ってると。まあ、23% ね。ってのは、あらり的にはそれほどやられないよと。だけど、これやられてることは間違いないです、この9月は。では、9月ね、これね、ちょっとこう、見てみますとですね、これは、こうですね。これね、前期のね、9月なんですよ。概況なんですよ。これね、9月のグループ売上だから、前年同期で 143% 超ということで、売上全体が 143% もいったんですよ。で、中古が 126%、新品が 164%。これでそのスプラトゥーン3、ニンテンドーですね。ドラゴンクエストね。これはスクエアエニックスですよね。それから太鼓の達人とか、こんなこうゲームが 212%。新ゲームがね。って言ってんですよね。で、それで集客するじゃないですか。そうすると、その分ですね、まあこうやってね、並んで新品も買うんですけど、結局その中古もまあ集客しますから売れるんですよね。だからある意味ですね、中古を売らんがためのですね、新品の取り扱いでもあるわけですよね。そこがポイントなんですよ。なので、まあやっぱ、新品がね、まあどう出てくるかっていうのは、重要なんですよね。で、僕9月はもう終わってて、この結果はもうすでに継承しましたんで、まあいいんですけど、問題はですね、今後の10、11、12月ですね。これがですね、まあどうなるかということなんですよね。で、10月ね、これ見てみますと、これ前期ですよ。10月のグループ売上、中古売上高になってますけどね。124% ね。で、これですね、10月のグループ全体の売上ですね。これは、112% ですね。で、中古で124。で、新品で 102% だったんですよ。なので、新品も、まあもちろん100をクリアしてるんですけど、まあ、その、中古の売上の方が大きいですよね。というのは、これは新品が発売されて、それで、その後ですね、いらないものは売ってしまおうみたいな。ね。もう飽きたやつを売ろうみたいな。それ引き取ったやつが、まあ中古でこう売れとるわけなんですよね。というような構造ではないかなと推察するんですよ。なので、まあ中古ゲーム、中古トレッカー、ね、ゲームが売れてるでしょ。その前の月にゲームが売れましたからね。ゲーム。でも、新しいやつに夢中ですから、前のやつは売るわけですね。古い位置に。で、それが売れるんですよ。10月に。10月になるとね。それと中古トレカね。が、ホビー。それで新品トレカの50パーなんですよね。よかったですよ。だから10月は、まあこれ、中古が売れてますから、あらりが取れてるんだと思いますよ。ね。それで、11月ね、どうだったかというと、これ中古売上、これも 120% を超えてるんですよね。全体ではですね、前年同期で 133% の売り上げみたいですね。となると、ここは新品が出ましたね。中古で 120% で、新品で 150% ということで、この新品の 150% というのは、視聴者さんも指摘されておられましたけど、任天堂のですね、スイッチね、ポケットモンスター、スカーレット
バイオレット。これがですね、発売されたんですよね。これもうあの、機械ですよ、機械。ね。これ11月18日に発売されて、爆発的な売れ行き、そう、まあ、大体そうでした。昔から。それで、前年売上高大きく上回る原動力となったと、ただ儲からないんですよ。これ売っても。だけど、必要なんですよね。で、当然このね、スイッチが、まあ、売れると、それに対しての、まあ、ソフトね。それがまあ、ダウンロードもパッケージも含めて、まあ、売れるじゃないですか。そういうことで、まあ、当然ですね、新しいゲームを買えば、古いゲームを売って、新しいゲームを買う原資にしますよね。まあ、そういう動きなんですよ。まあ、言ってみりゃ。あれですね。エルメスがね。エルメスだったかな。どうだ忘れましたけど、とにかく欧米のラグジュアリーブランドもですね、実はリセールね、意外とね、あれ否定してないんですよ。転売ね。転売っていうか、まあ、再販ですよね。で、なんでかっていうと、要するに例えば、エルメスはエルメスの商品を、まあ、例えば、メルカ、まあ、向こうだとファーフェッチとかありますけどね。まあ、eBayでもいいんですけど、まあ、そういうところで売るとするじゃないですか。そうするとお金が入りますよね。そしてですね、要するに、エルメスとしたら、まあ、それはシャネルとかもそうでしょうけど、新しいものを買ってほしいんですよ。で、そのためのですね、原資作り。ね。バーキンとかね。だとね。昔、150万ぐらいしたやつが今300万ぐらいするみたいじゃないですか。そうすると、そのバーキン売るでしょ？で、売ったお金が入りますよね。で、やっぱりね、エルメスが好きな人はエルメスを買うんですよ。新しいバーキンを。そうすると、新品が売れるでしょ？そういうことなんですよ。だからリセールって非常に重要なんですよね。それ新しい商品を売るための原資ね。まあ、実質的に言うとですね、それによって値引きされるようなみたいなイメージなんですね。これが面白いですよね。リセール市場と、それから、まあ、いわゆるそのメーカーとの関係ですね。だからメーカーはですね、リセールを、まあ、実はそんな否定してないですよ。だからこの古本市場みたいなところありがたいですよね。ただその前のゲームを、どんどんね、要するに、買い取ってもらったら、新しいものが入り込む余地が出てくるわけですね。で、その時に、いくらかでゲームが売れてれば、あるいはトレカもそうなんですけど、売れてればですね、要するに、消費者としては、新しいものを買う、要するに、お金を得てるわけですよね。だそういうところがね、まあ注目なんですよね。それで12月見ましょうか。12月のカラバン見ると、中古売上 121% 超になってますね。12月は多分ね、ビジネス大きいと思います。で、全体では 133% の売上ですね。すごい伸びてますよね。で中古で121、新品でね、145なんですよ。だからやっぱりね、新品がでかいんですよ。ね。それで、まあ、なんで、新品が売れたかっていうと、やっぱり有力ゲームタイトルなんですよ。ゲームなんですよ、やっぱね。で、今年は有力ゲームタイトルが多数発売され、年末商戦ということもあって、新品ゲームの売り上げ高は全然大きく上回ったと。うん。嬉しいような悲しいような感じなんですけどね。宿命ですよね。12月に入って、ファイナルファンタジー、ね。16ね。スクエアエニックス。ね。の予約受付ね。開始するということで。まあ予約受付た段階でお金きっと取るんでしょうね。まだまだパッケージソフトは健在ですって書いてますね。だからここはまあ売るのはまあパッケージですからね。というようなことで。まあね、いろいろまあ、去年の下半期に発売されたやつがですね、要は、こう売り上げに貢献してるんですよね。だから、まあ単純に言うとですね、まず、要するにゲームですね。基本ゲームです。ゲームでですね、集客を図ることが、まあ、できます。特にゲーム機本体が新しいのが出ると、それはもう集客しますよね。ね。それから、ビッグタイトルね。これが出ると、やっぱ集客しますよね。で、そのことによって、まあ、古いものを売って、で、ね。中古の在庫が増えて、中古売り上げも、遅れて上がってくる。だから中古売り上げには遅効性があるというふうに私は思っています。それでですね、ちょっと調べてみたんですけど、じゃあゲームがポイントだなと。まあ一応ね、ポケカから見たいと思うんですけど、これね、スニーカーダンクって言って、スニダンね。もう、基本的にはもう、なんでもプレネがつくやつ扱うところなんですよ。ね。基本的にはこう、スニーカー、ね。ナイキとかね。アディダスのイージーブーストとかね。そういうの売ってるところなんですけどね。もう、ね、抜け目なくね、進出してるんですけどね。これ下半期に発売されるですね、ポケモンカードゲーム、いわゆるポケカですね。で、これはですね、9月22日にですね、1パック180円で、これね、レイジングサーフっていう。こういうのがね、予約抽選。ね。予約抽選？抽選もあるんですか？まあ、こういうのがね、9月22日に、ポケモン、ポケカね、
発売されます。で、それからですね、さらにですね、10月27日にやっぱり180円で、このワンボックスのこの30パック入ったやつね、5400円、これも発売されるみたいですね。ですよね。これがですね、古代の方向、これもポケカですね。拡張パックとかいうらしいですね。うん。こういうのね、発売されます。ね、10月ですよ。それで、同じ10月にね、未来の一戦と。これもね、ワンパック180円で、ワンボックス30入って、5400円と。いうのがね、未来の一戦ね、ポケカ。まあこういうような、封入率とか、まあなんかよくわかんないですよ、私はね。わかんないですけど、要はこういうカードが出るんですよ。なんかこういうポケモンが出るらしいんですよ、ポケットモンスターがね。予想されるという、わかんないですよね。開けてみないとね。はい。それで、次がですね、10月下旬ってなってます。ポケモンカードゲームクラシックスっていうのが出るらしいんですよ。3万5000円。これ、すごいっすよね、値段がね。これ、ポケモンカードゲームクラシックね。収録アイテムリストってありますけど、こんな高かったってこうなるんですけど、こんな3万5000円で売れるんですか ?10 月下旬に発売。1996年に発売されたポケットモンスターカードゲーム第1弾拡張パックのカードや、この商品のために新しくデザインされたポケモン EX を収録したデッキが3つ収録されるって言ってますから、そのデッキっていうのはその戦うためのこう、カードのなんかこう、構築するんですよね。よくわかんないですけど。そうですよね。それが3つ収録されるって言うんですから、ひょっとしたらですね、3万5000円でもまあ好きな人には安いかもしれないですよね。で折りたたみ式のプレイマットが、同梱されて、三つのデッキとダメ缶などのツールボックスが収納できる設計だと。ダメ缶って何ですかね。ダメ缶調べたいな。何なのダメ缶って。ダメや缶みたいな。アクリルダメ缶。アクリル素材のダメ缶。ダメ缶とは何ですか。はい。ポケモンが受けているダメージの数値を表すために、ポケモンのカードに載せるもの。公式の厚紙製のものがほぼ全てのスターターセットなどに同梱されているほか、アクリル製のものが市販されて、1個で10ダメージ分を表すと。よくわかんないな。ダメ感10個ね。あ、そうっすか。まあわかりました。まあとにかくね、そういうのが発売されるんですよ。それで、それからですね、さらにですね、もう、11月10日ね、ここもスペシャルデッキセット。ね、5500円。すごいっすよね。これもポケモンっすよ。ポケカね。それからですね、12月に入ってもですね、シャイニートレジャー。12月ね、発売日と価格未定ですけどね、12月にね、こういうのがね、ポケカね、発売されるんですよ。この女の子のやつはいいんでしょ ?DDA かなんか知らんですけど。なんか ね。それからですね、ここはもうちょっと未定なんですけど、ワイルドフォース、ワイルドフォースとかいうの、クリーチャーズね。商標登録された内容から予想されている情報ですと。うん、まあそうですね。ワイルドフォースっていうのが、まあなんか未定なんですけど、ひょっとしたら12月に発売されるかもしれないですね。というような感じでですね、もうとにかくもうなんかこう、もう次から次へとですね、発売されるんです。これね。2023年12月ですからね。だからまあ結構ですね、トレカもですね、ポケカがまあ、相場がどうのこうの言ってますけど、まあここ扱ってるのは200円とか、100何十円とかから、まあ、せいぜい2万円ぐらいのやつですよ、T2さんでやってるのはね。なんで、あんまりそのバブルのね、その、スニダンでやってるような、まあ、何百万とか何千万とかいう話はね、ちょっとまあ置いといていいかなというふうに思うんですよね。それとですね、まあ、トレカはこんな状況ですね。それでまあ、ほぼね、トレカと肩を並べるゲームのところですね。で、ゲームのところでね、やっぱり一番注目してるのは、やっぱ私これなんですよ。ね、スーパーマリオ。パラダーズね。ムービー。これがね、なんすかね、アメリカで大ヒットした。ね。すごい興行収入で、なんか、アナ雪をしのいでる。だって、アナ雪に次ぐ2位とか、なんかそんなね。なんかもうそんな興行収入らしいんですよ、これ。それで、この間なんか何すかね、YouTube 見てたら、外国の方がね、海外の方が来られて、ちょうど新宿にですね、なんすかゴジラがいるじゃないですか。ビルの上に。あれ、東宝ですかね。あそこの何ですか、こう、壁にですね、このマリオブラザーズムービーのね、こう、なんちゅうんですか、なんかこう、看板がこう出てて、とにかくゴジラとマリオが一緒にいるところが、もう珍しいっていうことで、もうとにかくみんなが写真パチ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 写してんですよ。ああ、すごい人気なんだなと思って。
ね。で、さすがに私もマリオやったことないですけど、なんか面白いですよね、きっとね。ね。で、こいつがですね、まあ、こうですよね。まあ、映画、マリオが、アナ雪超えって言ってますよね。全世界興行収入がアニメ史上2位に浮上。アナ雪超えたんですね。洋画アニメ歴代5位、日本ではね。っていうことみたいですよ。まあ、洋画になるんですね、これね。向こうで制作してるから。ですよね。ハリウッドがいいっすよ、やっぱりね。そういうことなんですよ。それでですね、まあ、このマリオがもうめっちゃ盛り上がるマーケットにもなってですね。で、それってどこかというと、ここなんですよ。任天堂さんなんですよね。任天堂さん。で、82% の第一四半期増益で着地してます。8月ね。ほいで、まあ、スイッチも、まあ、すごい売れてるんですよね。それで、ソフトウェアも 26% 増とかね。あれ、ゼルダの伝説とかにもえらい売れてるんですね。知らなかった。ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。知らんな。1851万本ってすごいですよね。任天堂大したもんっすよ。で、4月に公開された映画、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの興行収入が業績を押し上げてると。映画の効果もあって、マリオ関連タイトルも好調に推移したって言うんですよね。それ、その推移したところにですね、これがですね、これね、ファミ通かな。ね。ファミ通 .com なんですけど、これ2023年の下半期のゲームをね、これちょっと見てみたんですよ。ただね、ここにマリオ RPG ってあるんですよ。ね。これでこうずっとね、こう食っていくとですね、それでね、ここにピカチュウってあるでしょ。帰ってきた名探偵ピカチュウね。これがですね、ですね、任天堂 3DS のダウンロード専用タイトル、名探偵ピカチュウ新コンビ誕生。その完全版、名探偵ピカチュウね、に登場した。ピカチュウとティムの探偵コンビが任天堂スイッチで大活躍とか。よくわかんないな。コーヒー好きなおっさんピカチュウね。あ、これね。なるほどね。というような、まあ、ゲームらしいんですけどね。どんなゲームかわかんないですけど。まあ、任天堂スイッチですよね。これが10月6日ですね。だからもう発売されてますね。パッケージ版6578円ね。それからですね、やっぱね、ダウンロード版の価格を下げないんですよ。で、それはね、やっぱパッケージ買ってほしいからですよね。で、みんなダウンロードに移行すると、やっぱその、リセール市場っていうのはできないじゃないですか。それを作りたいんですよ。だから、売って、お金をね、もちろん6500円のやつを、まあ1年遊んだからって6500円で売れるとは限らないですよ。1000円って言われるかもしれないですよ。でも、1000円でも次のね、ゲームを買うために足しになるでしょ。そういう動機で多分売るんだと思うんですよね。それから、桃太郎電鉄ワールドね。僕、さすが私はこれも知ってます。ね。桃太郎電鉄ね。これもあれですかね。スイッチですよね。コナミね。そうね。これ11月16日の発売予定ですね。それから、スーパーマリオブラザーズワンダー。ほら、ここ出てくるでしょ。で、これはですね、ニュースーパーマリオブラザーズから約11年ぶりの完全新作タイトルになるらしいですよ。これ売れるでしょ。そんな映画が大ヒットして、興行収入が、なんか、ね。なんか、アナ雪、なんて言ってましたっけ？アナ雪を超えて、全世界興行収入がアニメ史上2位って。ほら、もうね、マリオが盛り上がってるっしょ。外人が映してるくらいですから、これ一生懸命。外国の方がね。なので、これがですね、いつ出るかというとですね、10月20日、もうすぐですね、発売するんですよ。そうするとですね、ものすごくね、集客します。ゲーム。ね。あらりは取れませんよ。言うときますけど。だけど、これは、ものすごい集客だと思います。なので、それをね、やっぱりこう、がポイントになるのじゃないかなというふうに私はまあ思うんですよね。なので、やっぱこうね、このゲームがですね、やっぱ、この、任天堂と、まあ、ソニーもそうなんですけど、この二大エンターテインメント、ゲームのエンターテインメント企業ですね。これがですよ。だって、ゲームを売るのも、それからカードを売るのもですね、まあ、要するにその、とにかく盛り上がってくれないと、いけないですよ。盛り上がるためにはですね、やっぱり、リセールで、要するに、お小遣いをね、少し与えて、とにかく次から次へとですね、出さなきゃいけないですから。で、次から次へと出して、もう、なんかその、もう飽きたやつもずっと積もりって言うと嫌になるでしょ普通ね。だそれを、やっぱこう、売る市場っていうのは、リセール市場はすごく大切な位置づけなんですよね。それは分かってるんですよ。ね。なので、まあ、ニンテンドーはまあ、ポケモンカードね、ポケカって有名ですけど、まあ、ソニーもね、まあ、いろいろあるんだと思います。私はよくわかりませんけどね。で、とりあえず、そのゲームもカードも実際ですね、この下半期ですね、しっかり盛り上げる仕掛けをしてると思います。だってもう、あれですよ、これね、ニンテンドーもソニーもですね、この、
まあ10月から、まあ夏休みもそうですけど、とにかくまあ、年末商戦ですよね。まあここは、もう本当に、全世界でね、もうこれもう、洋の東西を問わず、ね、全世界で、ホリデーシーズンに入ると、やっぱそのゲームやるわけですよ。だから、まあそのゲームは、まあその、いわゆるスイッチでのゲームだったり、プレイステーションのゲームだったりするかと思うんですけど、だけどいずれにしてもですね、これね、スパイダーマンとかね。ね。これ続々とね、これ見てるとね、出るんですよ。スーパーマリオ RPG ね、ほら。こういうのも出るでしょ？これいつかっていうとですね、これが11月17日、この発売予定なんですよ。すごいでしょ？そうするとですね、まあ、盛り上がりますよね。なので、私はですね、その、要は集客は、まあかなりね、まあするための、だから、テイツーさんの努力というより、任天堂とソニーの努力です。としてね。それで、まあね、集客ができて、あと、うまいこと行くとですね、まあ、買い取りを強化しておりますのでね。でそこで、要するに、中古売り上げも、まあ、立つと。そういうようなことになるんじゃないかな、と。いうふうに、まあ、思ってます。ですから、まあ、ちょっとその、9月はですね、去年のこのね、スプラトゥーンとかね、なんか、有力タイトルがドバッと9月に出て、3つぐらいね。それが効いてるんだなと思いますんで、まあ今期はまあなんとかね、と思いますけどね。というふうに、まあ、私は思っております。それでですね、もう一つね、ちょっとね、これ見ていただきたいんですけど、これ IR バンクなんですけどね、テイトゥーさんのね、これね、2019年はですね、2100万円の自社株買い。2021年9875万円の自社株買い。それで、2022年ね、これは23年、まあ、3月期になりますけど、これですね、2億6840万円の自社株買いやってるんですよ。まあ3億までいかないんですけど、まあこれ結構ね、実は自社株買いをやってるんですよね。だって2019年ってやっとこう利益が出始め、ね、それなりにこう巡航速度でいけそうかなぐらいの時でしょ。でももう2021年にはね、まあ1億円近いね、自社株買いをやってるんですよね。それで体力がついてきてますんで、まあこれ実績、実はですね、決算説明会でもね、これ、こういうこと言ってんですよ。これ2024年2月期の配当予想ってことで、まあとにかく6年ぶりのですね、副配を、まあ、2022年2月期ね。だから、今から2期前ですね。これ6年ぶりの副配を実現してから株主還元を強化してると。で、株主還元と財務基盤の強化の両面に目配りしながら、まあそうね、クリソンがありましたからね。で、借金もあるんで、まあ、それも返済しながら、業績に応じて継続的に配当を行いますって言ってるんですけど、実際にはですね、確かに1円、3円、4円という配当金が増えてますけど、これも重要なポイントなんですけど、ここで一番重要なのはですね、これなんですよ、自社株買いなんですよね。で、これがね、やっぱね、非常に重要ですね。だから、まあ、2022年2月期、これね、ここでは1億5900万ということになってますけどね。ですよね。で、2023年の2月期は2億6800万ですよね。こういうような、要するに自社株買いをやってるんですよね。で、総還元成功はもう 50% 近いんですよ。前期末で。ね。配当と自社株買いを合わせたね。で、これがそのイメージ図なんですよね。で、この下が配当ですね。で、上が自社株買いなんですよね。で、これ今ですね、ここ。こう配当こうなってるでしょ。でもこの上の自社株買いがないんですよ。これいつやるかっていうと、多分、あれですね。自社株買いは、決算、発表の付近でやるんじゃないかな、というふうに思うんですよ。それで、ですね、2023年2月期の実績は2億6800万となってますけれど、これが実施されたのはですね、まあ、あれですね、これによりますとですね、2022年4月14日の、まあ、要するに取締役会ですね。これはだから2月期なんで、決算終わってからですよね。で、それって、まあ、4月15日から8月31日までですね。これでこの自社株買いを上限300万株の3億円でやったんですよね。結果は2億、まあ、6800万ですか。ということになったんですよね。で、300万株取得してます。平均取得単価89円です。ね。これでですね、今期はまだね、これ、決議もやってないんですよ。しかしながらですね、わざわざですね、わざわざここにね、こうやって表示してるということはですね、これほら、配当がほとんどない状態でも、自社株買いやりましたよってこう、わざと言いたいわけですよ、これ。ですから、本当はこの上にこう乗っかるよ、ということを
これは本当はですね、言いたいですよ。ね。言いたいですよ。でも、まだ決めてないみたいなね。どこでやるか。まあ、そう。自社株買いっていうのは、できればですね、株価の低い時やった方が、まあ、会社にとっても株主にとってもお得なんですよね。で、正直言って、ここですね、株数多いんですよ。6866万株で、これはもうね、100億もいかない時価総額ね。会社にしては、株数が多すぎますね。だからこれはもう3000万株台ぐらいにならないといけないと思います。これの半分ぐらいですね。なんでやっとですね、お金もできてきましたし、まあそうですね。まあ本当に、まあ、3億円近い、まあ要するに自社株買いの決議ができるんですから、まあ次はね、もう本当、6億とか、まあ本当に5億、あるいは場合によったら10億ぐらいのですね、自社株買いをやれる余裕っていうのはですね、あります。保険金ね、23億ありますから。なんで、まあ、その直近はもっと、確か、もうちょっと減ってますかね、21億くらいでしたね。現金ね。ですけど、まあ、あれですね、剰余金もまあ、しっかりありますし、まあ、問題ないかなというふうに思うんですよね。なので、まあ、利益剰余金の範囲の中で、まあ、こう、やっていけるというふうに思いますのでね。まあ、この通りの利益が、まあ、出てきたらですね、まあ、このうちの、まあそうですね。本当はまあ、5億円ぐらい、これ自社株買いをやった方が、いいかなと思いますし、その含みを残している、まあね、計算説明会資料ではないかなと、私は見ます。これね。これ上乗ってないのおかしいでしょ？でも、書けないですよね。まだ、取締役会の決議もないですから。というようなことでですね、まあよく見たらですね、こう還元成功ってすごいいいね、と。だからちゃんと歓迎してくるよね、というふうなことがですね、まあ、ここから見て取れるんですよね。そうでしょ？だからもう144円の株にしてはね、立派なんですよ、藤原さんね。というようなことで、まあ、しかも、長期目標もすごく控えめですしね、今期18億出そうかっていうのに、あとそのまた3年後にね、やっと20億とか言ってますから、もうこれはもう超保守的に見てますね。まあ、長いこと苦労してきましたからね。だから本当大変だったと思います。だけど、これからはぜひね、穴開いてもらいたいなというふうに思いますね。でまあだからいろんな商材のね、まあこう幅を広げながらっていうことですけど、まあいかに古市という小さなお店でね、展開できるような、まあそういう商材でね、なんかこう、うわーっとこうね、やっぱ推しですよね、推し活。これが、キーワードだというふうに、思いますよ。藤原さん。よろしくお願いします。ね、XG のね、ジュリンちゃんのキーホルダーを私は買いました。バカでしょ。で、でも、欲しいんですよ。もう好きなんですから。ね。で、そういうものっていうのは、もう要はもう、お金の問題ではないですよね。まあ、それはもう何百万もした話別ですけど、もう1万円、2万円だったら、まあ、やっぱもうぜひね、もうこれは欲しいな、みたいな。だ CD ボックスに入ったジュリンちゃんのカードはやっぱ欲しいと思うわけですよ。私当たらなかったからですね。でも、ハービーちゃんが当たりましたからね。ハービーちゃんとマヤちゃんが入ってましたからね。ハービーちゃんがいいっすよね。まあ、マヤちゃんもいいんですけどね。で、そういうようなね、まあ、世界もちょっと狙っていくというようなこともね、非常に大事じゃないかなと。ということで、まあ、とりあえずですね、まあ、テツさんに関して言うと、そのゲームの、まあ、タイトルがですね、まあ、スーパーマリオとかいうのがあるんでね。まあ、ちょっとそうなった時の客数の増加っていうのはすごいかなというふうに思うんですよね。そうすると、まあ、ちょっと話は変わってくるかなと。だから、この9月の売上だけで全てをジャッジするのは、まあ、ちょっとね、シナリオ狂ったとはまだ言い難いなと。はい、いうふうにね、私は思ってます。ということで、まあ、ちょっと、テイトさんはね、まあ、ちょっともうちょっと見守ってね、いいのかなというふうにね、思いますね。できればこれを乗り越えてね、それで本当にもう一遍ね、小売業にダブルトップはないっていうふうにね、昔私も言われたことありますけど、まあ、ダブルトップ作ってほしいですよね、ほんと。まあ、慎重なね、社長さんなんで、まあ、そんなね、体現相互は履かないんですけどね。ベンチャーみたいに。だけど、やっぱ着実に伸ばせると思います。で、イオンモールと、それからラポに食い込めばですね、これはもう無敵ですね。これでなんか秋葉ですね。あそこでなんか外国人が、鉄さんのなんかトレカパークとか、なんかそういうところに来てんでしょ？やっぱね、秋葉でやるべきですよ。そういうね、推しの聖地ね。マルキューとかね。そういうところね、インバウンドもね、あるんですね。インバウンド今ここあんまり取れてないと思うんですよね。
だからそういう出店もね、まだお金かかりますけどね。まあ、考えていくべきかなと思います。今日はですね、店頭さんについてね、まあちょっと決算出ましたんで、私がどう見てるかというところで、ちょっとね、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。まあ本日はね、まあここまでございます。もしこのチャンネルはですね、まあまあ、当たるもはっけ当たるもはっけでわかんないですよ。ね、そんな私の言ってることなんか。ただ私が、これは私の日記ですから。で、私も今日ね、これで、ちょっといろいろ見て、まあ、テイツーさんね、まあ、シナリオ崩れてないな、みたいな、ね、話を、ブツブツとこうあれこれ見ながらしてるだけでございますんで。まあ、それでもいいなと思われる方はですね、まあ、チャンネル登録お願いしたいなというふうに思います。あと、高評価ボタンもね、お願いします。一回だけね。あと、メガリクエストね、いっぱい溜まってるんで、ぼちぼちと、片付けてまいりますので、まあ、よろしくお願いしたいなというふうに思います。本日もですね、長時間のご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。